はい、どうも皆さんこんにちは。今回もねファーミングシミュレーター25やっていきたいと思います。そして今回ですね、前回、まあ最後の方ねヘルパーさんに任せていたこのねすき込みが終了して、次に石灰を撒いていこうというところです。でそのね石灰を撒く前に先にちょっとこれカルチベーダーで一回やった方がいいんじゃないかっていう感じのね凸凹具合なので、ちょっと先にねちょっとディスクハローかカルチベーダーで耕してしまいたいなと思います。はい、でカルチベーダーの方がいろいろ馬力低く引けますので、はい、これですね。これでちょっとこれ買います。はい、カルチベーダー結構使うと思いますので、はい、ということでね、やっていきます。いいですね。よし、じゃあ農場向かっていきます。よし、到着しました。じゃあここはちょっと自分でやりましょうか。ステアリングアシストで切り返し2周にしましょう。よし、じゃあ展開します。いいね。よし、じゃあやっていきますよ。間違いなく最初の石灰かける前にこれやった方がいい気がしますね。まあ、特に意味があるかわかんないですけど、これがやったことで何にも特に影響ないですもんね。うん、大丈夫そうだ。いいね。まだこの規模の畑だったらこの程度のカルチベーダーでもなんとかなりますね。多分毎年ねすき込みが必要になるわけではないので、はい、最初はこの程度のカルチベーダーでいいかなと思います。そういえばね植える作物なんですが、ちょっといろいろね見たんですけど、今植えれるのはね8月がキャノーラしかなくてですね、いやキャノーラはちょっとなと思って、まあちょっと今回も最初はねちょっと大豆でなんとかお金稼いでいきたいなっていうのもあるので、ちょっとねしばらく月はね飛ばすことになりそうな気がしますね。はい、まあ最初のうちはねやっぱりお金が少ないので、いろいろねちょっと試行錯誤しながらっていう形にはなるんですが、まあ変則的な感じになっていくかもしれないですね。よし、開始1周目終わり、次2周目ですね。よし、終わりましたね。じゃあ次はねちょっとこれヘルパーさんにちょっとお願いして、もう一台ねちょっとトラクターを購入して、石灰散布をねしていきたいと思います。はい、よし。で、まず石灰の機械ですね、これちょっとびっくりしたんですが、なんとね石灰の散布する機械これしかないんですよ。前このタイヤ2つバージョンもあったんですけど、今回1個バージョンにねちょっとなってます。でこれもね結構使う頻度高いので購入します。だいぶお金なくなってきましたよ。まあもう借金はねもう確保してますので。で買うトラクターがこれですね、ジョンディアの3650ですね。馬力はねあんまり高くはないんですが、まあちょっとねサブ規程度では全然使えるなと思って、まあマニュアルプラスパワーシフトになってますけど大丈夫かなと思います。でフロントウェイトにしとこうかなと思います。これで 45,800 円ですかね。さっきのブロキャスより安いですよ。はい、そしてこれに入れるための石灰ですね。石灰を14,000か、ここですね。はい、購入して、じゃあいきますね。ピッと来ました、ジョンディア3650ですね。ナンバー外してもよかったな。まあいいや、じゃあエンジンかけます。
よし、じゃあちょっと石灰補給しましょうか。よし、積み込み完了ですね。まあ、問題はちょっと引っ張れるかどうか不安なんですけど、まあ行きましょう。じゃあ行きますね。あれ、演奏した即じゃない、ダメか。まあちょっと馬力不足かもしれないですけど大丈夫でしょう。では農場の方に向かっていきたいと思います。よし、農場の方に来ました。はい、いいですね、ちゃんとやってますね。よし、じゃあステアリングアシストでやっていきましょう。展開します。枕地はこれかな。よし、じゃあ巻いていきましょう。いいね、初石灰散布になります。よし、キー。じゃあ、まあ、こっちのヘルパーさんはまだ終わってないですけど、ちょっと今日はこの辺にしとこうかな。はい、ということでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。今回ですね、前回すき込みした補助にですね、こういう感じで、まあ、カルチベーダーをかけて、その後に新たにね3650というトラクターを買って、プロキャスでね石灰を散布したというような感じになります。ちょっとこのね3650ちょっとあまり、まあ、馬力が大きくないので重量級の作業はできないですけども、まあプロキャス散布とかこういったところにね積極的に使っていければいいかなというふうに思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画または配信でお会いしましょう。バイバイ。